春ですね。鹿児島もね、街路中の桜なんかがね、もう満開近くになってますね。今度の土日っていうか、週末、明日、明後日がね、桜が見頃になるんじゃないかな。皆さんこんにちは。喋ってるのは久しぶりじゃないかな。なんかね、そんな気がするんですが、今日は久しぶりにね、喋ってみようかなと思ってビデオを回しました。何を喋ろうかな、何を撮ろうかなと思ったんですけど、最近ね、相変わらずいろんなものを買ってるんですが、それの紹介をしようかな。まず一つ目はこれですね、 SSD ですね。今で私がメインで使ってるっていうか、仕事で使ってるやつじゃないんですけどね、遊びでメインで使ってるっていうか、遊びのパソコンは、それしか使ってないのか。それのね、 SSD が 250GB なんですよ。で、 OS しか入れてないんで、大してね、容量もいらないんですが、たまにね、こういろんなものをダウンロードすると変なのがいっぱい C ドライブの方へね、落ちてくるんですよね。で、定期的に整理をしてるんですが、めんどくさいんでね、これに交換しようと思って、480GB の SSD がね、パソコン工房で売ってたんでね、買ってきました。1万4000円ぐらいだったかな。確かそれぐらいでした。どうなんでしょうね。ただね、これに変えようと思ったらね、その今のパソコンの 250GB の SSD をクローン化しないといけないんですよね。クローン化するのがめんどくさいなと思ってね、思ってるんですけど、ちょっとやってみたんですけどね、めんどくさくてやめました。そのうちね、ちょっと今いろんなことでバタバタしてるんで、もう毎日病院行ったりね、もういろいろあるんで、暇になったらね、やってみようかなと思います。もうこんなちっちゃいやつですね。こんなちっちゃいので約 500GB あるんですからね、すごいですよね、時代の進歩はね。ちっちゃんなんかもう化石みたいなもんですからね。最初のね、パソコンなんていうのは記録媒体がなかったんですよね。記憶媒体がなくて、テープレコーダーのカセットデッキをご存知だと思うんですけどね、ああいうカセットデッキ、このちっちゃいカセットですよね、あれにね、ピーギャーピーギャーと言わせながら保存をしてた時代ですからね、昔はね。それから5インチとかね、8インチも使ってたな。5インチのフロッピーデスク、8インチのフロッピーデスク、それから 3.5 インチのフロッピーですね。そういうのを使ってましたね。一番ね、安定してたのは8インチですよね。やっぱりね、容量ほぼ一緒でしたよね。容量ほぼ一緒でね、でかいんでね、セクターが壊れることがないんですよね。 3.5 インチのちっちゃいフロッピーなんかはね、鹿児島はなんでかな、桜島の灰の影響かわかんないんですけどね、すぐダメになったりとかね、するんですね。一時期3.5 じゃないわ、8インチのね、でっかいね、こんなでっかいフロッピーディスクとか、ね、使ってましたけどね、うん、パソコン歴だけはね、ピッチャーも長いんですよね。でね、もう一つ買ったのは、ね、今のね、やっぱり今のパソコンが有線式なんですよ。キーボードもマウスもね、めんどくさいんですよね。食事したりね、いろいろやってる、テーブルの上にキーボードとかディスプレイとかね、置いてるんで、邪魔くさい時にポンとどけるのにワイヤレスが欲しいなと思ってね、ワイヤレスのキーボードとマウスは一緒になってると思うんですけどね、ロジクールのキーボードとマウスのセットですね。でも安いやつです。パソコン工房でね、3400円いうのをね、買ってきてみました。中はキーボードとマウスですね。マウスと
これがキーボードですね。ペンキー付きのキーボードです。で、あと何が入ってるのかな。あ、無線ですので、無線で使えるんで、無線のなんとかモジュールっていうかね、あれが入ってますね。これどうやって取るの、こういうちっちゃいのがね入ってます。これを USB に突っ込んでね使うんですよね。保証書ですね。保証書とこれが保証書ですね。それから重要なお知らせとか、重要なお知らせとか安全性とかね、保証とかそういうのが書いてあるみたいですね。規制および製品保証。あ、一緒にできないのかな、別々なのかな、これは。あ、違うな、 USB の変換じゃないですよね。 USB から USB ですね。こういうのがついてますね。こうやってね、つけとくとなくならないと思うんですけども、ね、あとは取説っていうかね、使い方が箱の底に書いてありますね。箱の底に書いてあります。後でね、これは向こうでつないでセットアップしようかなと思います。電池も入ってますね、中にね。最近ね、また一時ね、買うのが収まってたんですけどね、体調がね、かんばしくなかったりして、出歩かなくなるとやっぱりね、アマゾンとかね、これはたまたま寄ったパソコン工房でこの2つはね買いましたけどね、体調悪かったりして動かなくなったりすると、どうしてもパソコンとにらめっこしてしまいますからね。パソコンとにらめっこしてると無意識的にね、アマゾンに行っちゃうという、そういう生活をね、いっちゃんはしてしまいますね。ダメですね。こういうのも送ってきてるんですよ。もういつだったかな、送ってきたんだけど開封してないんですけどね。開けてみましょうかね。こういうのも買ってます。ライザーガード基板です。何個かセットかだったよな、何個セットだったかな、これは何個かね、セットにやってたと思うんですけど、1、2、3、4、5、6個セットか。こういうやつですね。これで1セットになってますね。何に使うかというとですね、あのグラフィックボードを挿すやつですね。ここにグラフィックボードを挿すやつですね。なんでこんなのを買ってるんだっていうことなんですけど、ちょっとね、最近ね、マイニングに興味がありましてね、マイニングに興味が出てきたんで、今更かいっていう人もいるでしょうけど、最近ちょっと興味出てきて、やっぱりやったことのないことはね、どうしてもやってみたいという、じっちゃん特有のね、病気かな、やってみたいということでね、こういう、こう部材をね、今揃えてるんですけどね。あ、ここにも送ってきてたみたい。箱の中がまた箱かい。これもね、送ってきてたんだけど、まだ部材が揃ってないので開けてなかったんですけどね、今日ついでだから開けてみますね。こういうやつですね。こういうやつですねっていうか、わかんないかな。ファンが出てきました。ファン、冷却ファンですね。冷却ファン、これは何かというと、グラフィックボードを冷やすファンですね。冷えるんかな、こんなの。
で、グラフィックボードをねいくつかつけるんで、それを冷やすファンです。で、これがねリグっていうか確か台のはずなんですが、いろいろ部材が入ってますね。わかんないから後で写真を挿入しましょうね。今組み立てるわけにもいかないんで、これはねただの枠です。これを組み立ててね、このリグっていうらしいんですけど、リグっていうとどうしても私アマチュア無線を子供の頃からやってるんで、アマチュア無線の方がこう頭の方へ入ってきますけどね、これもリグっていうらしいですね。結局これにマザーボード、電源、もちろん CPU とかね、グラフィックボードとかこういうファンとかを取り付けて、ね、まあ一つのパソコンですよね。ケースみたいなもんですね、はい、パソコンケースの側のないケースみたいなもんですね。こんなんをね、買ったりとかね、いろいろ最近やってるんですよね。新しいこととか興味のあることをやっておかないとね、人生楽しくないっていうかね、もうやることもないっていうか、面白くないんで、こういうのをね、いろいろ買ったりして作ったりとかね、やってます。まあビデオとかね、写真は外に行った時にね、ついで的に撮ってきますけど、久しぶりにねこうして喋ってます。まあ私喋りがねうまいわけじゃないし、声もねいい方でもないし、いい方でもないっていうか、どっちかっていうとね声も悪いしね。まあそういうことで最近声をね出してなかったんで、一人暮らしだとね家にいると声出すことないんですよね。友達と会ったりとかしたら当然喋りますけど、家にいるとねほんと声出すことがないですよね。電話が来た時ぐらいかな声出すの。あとはね全然声を出さないですね。だから一日中家にいてね、電話も来なくて電話もしない時は一日一言も喋らない日ってありますよね、まあ、それでもね、まあ、喋るとしたら犬を呼ぶ時ぐらいか。犬とね暮らしてますんでね、犬を呼ぶ時ぐらいかな、それぐらいですね。ということでね、今日は久しぶりにね声出しビデオを撮ってみようと思って、まあ撮ることもなかったんですけど、最近買ったものでもねちょっと紹介じゃないですけど、まあこういうことでもしないとね喋ることもないし、ということでね今回は声出しビデオを作ろうと思って最近買ったものをね紹介してみました。以上ありがとうございました。